白い麻婆豆腐。こんばんは、ファンクです。江戸川区のね、新小岩駅から少ししたところにある西光というお店には、なんと真っ白な麻婆豆腐があります。ご飯とかね、つけてね、食べることもできるんだけども、せっかくなんでね、花巻きというね、パンも一緒にね、注文して食べることにしました。このね、白い麻婆豆腐は、塩とね、ニンニクの味がすごく効いててね、結構しょっぱいのよ。しょっぱいこのね、麻婆豆腐とね、この花巻きで一緒に食べるとね、いや、まあ、美味しい。これね、お酒進む。麻婆の味もしっかりついてるし、とてもなんかね、不思議な感じ。初めてね、食べるね、麻婆の味ですよ、これ。で、花巻きはね、山崎のさ、蒸しパンの白いやつあるじゃん。あれにすごい似てる。味は塩とニンニク味、結構辛い。花巻はザキヤマの白いパンみてぇな味なんよね。お店は飲み屋も兼ねてて賑やか。さあ、底面という謎のラーメン。東中野に十番という中華料理屋さんがあります。そこのお店にはサーティー麺という謎のラーメンがあるので、食べてきたファンクちゃんですけども、なんじゃこれという変わった味でびっくりしたのよね。まずね、信じられないぐらい熱い。もう熱々よ。湯気ボーボーに立ってるでしょ。それでね、味がね、醤油ベースのラーメンなんだけども、それで野菜もいっぱい入ってて、特にね、タケノコいっぱい入ってるよ、これ。あとスープがなんかあんかけ状になってるんだけども、とにかく香ばしいのよ。このスープがね、もう焦げっててね、この香ばしい味がね、サーティー麺のね、特徴です。ここのね、お店はね、タンメンがすごく有名なお店ですけども、ファンクはこのね、サーティー麺の方がね、もう大好き。いや、だって本当に焦げてんだもん。香ばしくてね、たまらないからね、もうやられちゃうよ。これ食べると確実にやられちゃうよ。焦げってる。白菜、ピーマン、タケノコ、もやしがめっさは言ってる。食べたらやられちゃうよ。うどん、ず、たこ焼き、ず、揚げ玉ボンバー。砂町銀座商店街に去年の5月ぐらいに訪れた時に、赤とんぼというお店がね、オープンしてたのね。あ、なんだここって入ったんだけども、ここでね、この日ね、初めて出すね、メニューをね、ファンクにね、振る舞っていただいたということで、ちょっとね、その模様をお知らせします、出す。だからずっとやってないですね。うん、やってないの。いろいろね、ここはね、すごいね、家賃が高いからみんな潰れるんです。1年ぐらい。でも僕は第1号っていうのはなんか、光栄ですよ。これ食べて。あ、すいません。これ普通に食べて。これ潰しながら、ね、食べた。あ、はい。おばちゃんが言うにはね、何度も関西の方で流行ってるって言ってたのよ。で、動画上げた時に、
知らないよっていうね、まあ、大阪とか京都とかね、住んでる人からそういう風にねコメントしてくれた方いたのよ。だからどっかの地域限定なのかな、そこら辺でねやってたのをこの砂町銀座商店街に持ってきてね、まあ今回ね新しくメニューに加えたということで、でもう食べて食べてって言われて、あはいってもね食べさせていただいたんだけども、もう塩が効きまくっててね、あとね明石焼きって感じじゃないんだよね、なんか塩味のたこ焼きを投入してるみたいな感じでね、であと揚げ玉がめっちゃ入ってて、もうこれでもかこれでもかってぐらい塩が効いてんのね。ファンクはねこのねごちゃごちゃなね感じがねすごく好き。もうねおじちゃんとおばちゃんはね仲良くなったから、ファンクのブラザーよ、みんなよろしくね。もうめちゃくちゃな味がたまらん。ファンクじゃー、塩が効きまくっとるがなぁ。&揚げ玉ボンバー。ここのおばちゃんとおじちゃんはハンクのブラザー。あーはー。牛すじの担々麺とトマトの冷麺という変故なメニュー。墨田区の石原に満腹飯店という中華料理屋さんがあります。ここにはね、なんとね、変わったメニューがいっぱいあって、牛すじ担々麺っていうね超濃厚なね、もうこってりこちゃこちゃパワフルマックスみたいなね、この担々麺ねやばいとすよ。接客してたおばちゃんにね、この牛すじ担々麺って何ですかって言ったらね、すごく力強いよって言われた。味どんな感じなんですかって言ったら、力づらいよって面白いおばちゃんで、食べてみた瞬間にね、いやまあなんだろう、この牛すじがねもうすごく柔らかくて、まあ味付けたってなんか煮込んでんのね、これがまた濃厚でね、いやでもね多分女性は敬遠したがるんじゃないかな。電車でよくさ、頭さ、テカテカにさ、ポマードをつけてるおじちゃんいるでしょ。あんな感じでね、こってりなのよ。相当ね、油ぎっしりだからね、女性の人はあまりこの牛すじ担々麺は向かないかな。でもね、精力つけたい若いお兄ちゃんとかにはね、ぴったりかもしれない。それでね、今回ここの満腹飯店でね、最もご紹介したいのがトマト冷麺です。トマトのね、ペーストとか、あとね、トマトをね、刻んだやつがいっぱい入ってるんだけども、いや、まあ、これ美味しい。イタリアン風の、なんか冷麺みたいな感じでね、いやとても不思議な感じなんだけども、味はもう突き抜けてますよ。トマトペーストのやつがいっぱい入ってて、でちょっとね甘酸っぱくの味付けしてあるのね。でもうトゥープがねトロトロなのよ、これね。もうトマトっていうのよ、もうすごいよ。こんなにトマト入れてるかっていうぐらいね、もう口の中にねトマトの味がね、トマト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 ってね、広がるって、あ、いや、もうちょっとかな。トマト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 っていうぐらいね、口、いや、もうちょい、あ、もういいですか。いや、だってすごいんだもん。トマトってんだもん、俺。まるでね、なんかパスタを食べてるような感じのね、
なんかとても不思議なね味わいなのよ。ここのねトマト冷麺めちゃめちゃねおすすめです。今まで食べた冷麺の中でここがナンバーワンよ。満腹飯店のトマト冷麺はもうトマトってて一口食べただけで口の中がトマト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 だらけになりよるがな。昔石永は近海で漁をしてた人たちの食事、品川丼。JR 品川駅の京浜東北線のホームのね、中ほどにね、品川24号そば店があるのよ。ここにはね、なんとね、品川丼というね、聞き慣れない丼ぶりをね、食べることができます。このね、品川丼っていうのはね、品川ね、近海で漁を昔してた人たちの間の、朝さ、時間ないから、いろんなね、海鮮物をちゃちゃっとね、揚げてもらって、それをね、まあ、そばつゆみたいな甘いね、つゆをかけて、で、ご飯の上に乗せて食べてたっていうね、昔のそういう、まあ、漁師さんたちの食事がね、まだ品川にはね、何箇所か残ってるんですけども、このね、お蕎麦屋さんでも食べることができます。中にはね、桜エビとかタコとかイカとかね、海鮮物いっぱい入ってるのね。で、普通のね、海鮮物のかき揚げ丼じゃないと思う人いるかもしれないけども、味がね、なんか海鮮のね、お好み焼きみたいな味するのよ。もう全然ね、かき揚げとはね、味が違うの。うん、かかってるなんかタレもなんか独特でね、これすごく美味しいのよ。知ってる人はね、みんな、ここのね、蕎麦屋さんでね、品川丼ね、食べる人多いのよ。うん、品川にお越しの際は、ぜひ寄ってみてください。味は海鮮のお好み焼きみたいな味。ゲソの味が効いててやべえ。ビール飲みたくなっちまったよ。オリジナルすぎるオリジラーメン。東中の一丁目にメンハウスというラーメン屋さんがあるんだけど、ここにね、オリジラーメンっていうね、聞き慣れないメニューがあったんでね、お店のおじちゃんに聞いたのね。オリジラーメンって何ですかって言ったらね、あ、それオリジナルラーメンですって言ってたのよ。あ、じゃあちょっとそれ興味あるからね、注文してみました。あの、豚のね、ロース肉と、あと椎茸と、あとネギが入ったね、あの独特なラーメンですってね、おじちゃんから説明を受けたのよ。でもね、普通のね、あの、オリジナルラーメンって他のお店でもあるじゃない。変わんないよっておじちゃん言ってたから、あー、でもちょっとそれをくださいって出てきたのね、注文したのが。他のお店のオリジナルラーメンとはちょっと違う。なんかね、豚肉の表面にね、ぬるぬるしたのが塗ってあるのよ。表だけ塗ってあってね、裏はね、一切ぬるぬるが塗ってないんだけども、なんじゃこれって言うんでね、食べてみたのね。まあ、ラーメン自体はね、サービスエリアとかのさ、まあ、あっさりしたさ、ラーメンあるじゃん。結構美味しいのよ、ここ。うん。けどね、このね、豚肉の上に塗ってるぬるぬるが味が一切ついてないのね。多分、ぬるぬるさせるためだけにつけてると思うんだけども、他にはね、あんかけだったらさ、全体的にぬるぬるしてるじゃん。でもここはこの豚肉だけしかぬるぬるしてないのよ。なんか不思議な感じ。あまりこのぬるぬるいらない、あ、いや何も知らないのに生意気なこと言って申し訳ありません。
ちょっとね、いろいろグルメ勉強しますので、このね、ヌルヌルがね、ちょっとね、ファン君にはね、理解できませんでした。ごめんちゃいね。味は醤油ベースのあっさりとした美味しいラーメン。豚肉の表面に謎のヌルヌル。ヌルヌルは味がないから食感を楽しむものなのかも。お茶漬けラーメンとチャーシュー丼。江東区北砂にあるドラゴン砂町店へ訪れました。ここにはね、なんとね、変わったね、お茶漬けラーメンっていうね、もう色がちょっとね、やばいオダティーなね、ちょっと一杯があります味はね、普通のね、美味しいラーメンにあっさりしてるのよ。これをね、お茶漬け風味にしてて、上にね、梅干しを乗せてます。いや、もう痺れるほど美味しい。見た目はちょっとね、おだてぃですけども、味はね、もう来てます。ラーメンをね、食べてるというよりも、どちらかといえばね、お茶漬けにすごく酔ってる。なんかすごくね、変わってるんだけども、ハマってしまう味です。そしてね、ここにはね、チャーシュー丼というやりすぎな一杯もありますラーメン屋さんだけどもね、おうどんはもう預かってまして、関西風のね、味付けのおうどんにチャーシューね、ドーンとね、入っております。いや、すごくパワフルよこれここまでチャーシュー入れなくていいんじゃないっていうぐらい入ってるよ。花が開いてるみたいでさ、綺麗でしょ。でね、味もね、お茶漬けラーメンと同じでね、ハマっちゃう味。いや、もうこれ何杯食べたかわからないよいや、もう死ぬほど食べてるよこれ。お茶漬けもチャーシューもぜひ一度訪れて食べてみてください。最近近くに二郎系のお店ができて大変なので、このお店がなくなるとファンク困っちゃう。ご飯、かた焼き、焼きそばが一緒になった変わった食べ物。東武東上線の成増駅近くに成増飯店っていう中華料理屋さんがあるのね。ここにもね、とてもね、変わったメニューがあるよ。なんとね、片焼きそばと焼きそばとご飯がね、一緒になって、その上にね、五目のね、あんかけがぶっかかってる変わったメニュー、トリプルがあります。これね、まあ、ノーマルでもものすごい量なんでね、お腹ね、いっぱい空かせてる方とかわんぱくな方にはね、ぜひおすすめのメニューです。大量にかかってる五目あんかけの下にね、片焼きそばとね、焼きそばとね、ご飯がね、もうもっさりね、盛られてるのよ。もう一度にね、3回ね、なんかここへ訪れてきたような、そんなね、お得なメニューです。でね、ご飯も美味しい、片焼きそばもすごく美味しい。
ちょっとね、味がね、濃いのよ。で、醤油味のね、醤油がね、効きまくってるんだけど、これにね、焼きそばがまあ合う。いや、もうなんじゃこれってぐらいにね、すごくマッチングよ。それでね、日本風に味付けしてるんじゃなくてね、もう本場のね、向こうの味付けでね、お、なんかあまり口にしたことはない味だぞっていう感じなんだけども、まあ、このね、一品一品、あとね、おかずの一つ一つがね、もうバラエティ、これこそバラエティパックね、さっきはいい加減なことばっかり言うなって、いやでも本当に美味しいね。違うメニューもね、なんか食べに行きたいんだけど、お高いのよね。ランチメニュー屋はね、鼻血が出るほどね、お高い。本当にさ、高級中華料理屋さんとね、変わらない値段なんでね、メニュー見ただけで鼻血ピューって出ちゃうよ。でもね、このトリプルだけでもね、もう十分、もうそれほど美味しいよ、ここ。量があるよ。味は本場も中華の味なので美味しいのね。隣の席のサラリーマンご一行が、最近来た上司がきつくて辛い、言ってました。上司さん、部下さんをもうちょっといたわってあげて。水軒マスターにおすすめの、三日酔いカレー。淡路町2丁目に三日酔いというね、変わった名前の飲み屋さんがあります。ここはね、ランチタイム時ね、食事取れるんだけども、変わったね、カレーをね、提供してます。なんとね、三日酔いの人におすすめのね、カレーがね、食べれるということで、ファンクちゃん変わったの好きじゃない、だからね、これをね、注文しました。メニューにはね、初めての方、迷った方、三日酔いの方、まずはこちらからどうぞって書いてあるんだね。それでね、このね、三日酔いカレーっていうのをね、ちょっとファンクね、食べてみたのよ。まあ、運ばれてきた時からね、なんかすごくいい匂いするんだけども。でね、お店のじっちゃんもね、なんかすごく優しそうな方でね、なんかほんわかしたこの雰囲気もなんかたまらんな。でね、食べてみたのよ、まあ、家庭のね、カレーの味なんだけども、すごくなんか優しい味する。ファンくんちの嫁に来るか。そう言ってしまうほどね、なんだろう、後味もいいし、すごくなんか優しい味するのよ。あ、これは確かに三日酔いのね、日に食べてももたれないし、いいかもしれない。これね、ガチでね、優しい味するのよ。一回食べてみそう。あ、これ、なんか三日酔いとか四日酔いとかね、五日酔いとかね、いやもう飲んべえで毎日ヘベレケっていう人でもね、もうめちゃくちゃおすすめ。このカレーを彼氏に出せば、嫁に来ないか、と確実に言われる優しい味がする。毎日食べたいし、こんなカレーを作る嫁をもらったらエブリデイハッピーなるねん。孤独のグルメにも出てきたジュンレバ丼。孤独の亀戸に孤独のね、グルメに出てきた、ジュンレバ丼のお店、菜園へ訪れました。ここね、もう、すごく人気なのよ。もう、孤独のグルメに出ちゃってからね、もう
満員ごれですよ、毎日。でね、ここのね、ジュンレバ丼ね、まあネギがもっさり、レバーももっさり、すごい量よ。でね、味がかなり濃いですよ。ね、甘辛いね、タレもね、大量にぶっかかってて、これはね、お酒進んじゃう。実はね、江東区のご当地グルメがね、純レバ丼なんだって。ずっとね、江東区住んでたんだけど、そうなの？初めて知ったのよ。発祥の地はね、砂町銀座商店街にあるね、銀座ホールのね、純レバ丼らしいよ。それもね、前にね、食べてね、動画であげたんでね、またこのね、スペシャルなね、動画でね、入れられたらなと思っております。お得のグルメにも出てきたね、餃子もね、注文しました。手作り餃子の旨味がね、ここに集結してますね。いやー、なんかほんとビール飲みたくなっちゃった。いや、熱燗でもいいな。なんかね、急にね、お酒飲みたくなっちゃった。ネギ入っているー。あまりにもネギってて CW ニコルーがそう言いそうなネギネギマックスー。味が濃いからこそのビールマッチングー。カラフルなラーメン。江東区の亀戸にある亀戸横丁っていう飲み屋さんとか食べ物屋さんが集結した横丁のなんてストリートみたいなところがあるのよ。ここにね、アンチエイジングレストラン薬膳ラーメンドラゴンというお店があります。ここのね、ラーメンの麺はすべてね、ファイトカラー麺っていうね、カラフルなね、麺をね、採用している。とてもね、なんか中二病みたいな名前のね、まあ店名もそうだけども、麺のファイトカラー麺っていうのもなんか面白いね。ここはね、本格的なね、薬膳ラーメンを提供してて、薬膳ラーメンドラゴンのね、創作薬膳コーディネーターは店主のね、島田さんという人がやってるのよ。でね、美容と健康のね、維持促進にね、重点を置いたね、薬膳麺をね、前面に押しててね、なかなかね、やってくれますよ。でね、4種類の麺は結構ちょっと不気味なんだけども、オレンジが唐辛子で、黄色がウコ。でね、緑がほうれん草で、紫がね、紫芋を練り込んでね、こういうカラフルなね、色にしてるのよ。で、ツレがね、このなんか、匂いがね、もう唐辛子の匂いでプンプンするね、辛そうなね、シャンラージャン麺っていうのを頼んでたのね。なんかすごく、担々麺っぽい。で、プラチナドラゴンはね、塩ラーメンなんだけども、まあ、ベースのスープうまいね。で、麺がね、いや、意外とね、マッチして美味しいのよ、これ。ごめんなさいね、変なこと言っちゃって。でもね、なかなか美味しいよ、これ。餃子もね、でっかいのがね、もうお肉いっぱい入っててね、まあ、たまらないよ、これ。ここね、なかなかやってくれますのでね、皆さんね、ぜひね、訪れてみてください。最初は見た目にズビシときたけど、味はメタメタ美味しい。食べた後は体がポッカポカリスエット。エンターテインメント性が抜群。デートにおすすめのお店だっちゃ。偏見な餃子。都内の美味しい餃子にね、必ずね、ベスト店内に入るファイト餃子というお店があるのね。ここのね、餃子がね、すごく変わってるのよ。もうね、丸々としてね、可愛いんだけども、作り方もね、また独特で、小さいね、フライパンの上にね、何度もスープを入れて、でね、蓋を閉めて焼いて、これ
揚げ餃子に見えるでしょ、実は焼き餃子なのよ。お店の人にね、あのすいません、その男だけ写真撮らせてもらってもいいですかって言ったらね、まあいいでしょ、25個も食べてくれたからって言うから、ありがとうございますって撮らせてもらったんだけども、何度もねスープをかけて蓋を閉めて蒸らして、それからまたね焼き上げてからまたスープをね何度も加えるっていう工程をね重ねてるのよ。えらくね手間暇かかってるんだけども、まあこのね餃子の皮がね焼きロールパンみたいなね、まあ独特な皮でね、でもう完全密封されてるからね、肉汁がねもうすんごいことになってます。何度もねスープをね加えてる工程をね繰り返してた通りね、肉汁とねあとこのトゥープがマッチしててね、いやまあうまい、これはもうやられちゃう、でねチャーハンもね独特な味がするって聞いてたから頼んだのね。なんだろう薬膳チャーハンみたい、独特な香辛料いっぱいかかってんだけども、いやーこれも美味しいわ。なんだろう、2つともね未知の味でねやられちゃった、ファン君ねもうズビしてやられちゃった。灼熱地獄じゃー、もちびるほど暑いけど箸がドンとストップ。餃子もチャーハンもうますぎて、この餃子になりたいとファンクはいたコメントをして連れに惹かれた。